バシリス・スパヌリスは、ギリシャのプロバスケットボール選手である。ギリシャ男子、プロバスケットボールリーグ一部、A1S2 期の名門オリンピアコス BC 所属。テッサリア・ラリサ県、ラリサ出身。ポジションは、ポイントガード、シューティングガード、193センチメートル、96キログラム。1994年に、アエル・ラリサのユースチームで、バスケキャリアを開始し、 1999年に A2 リーグに所属するトップチームでプロデビュー。2001年 A1 リーグのマルシエ遺跡。ユーロカップやアレブカップも経験する。2002年にはギリシャ代表として U-20 欧州選手権。2005年パナシナイコスに遺跡。ユーロリーグに出場。2004年の NBA ドラフトではダラスマーベリックスに ドラフト全体50位で指名された後、ヒューストン・ドケッツにトレードされ、2006から07シーズンにプレーする。2007年、ジャッキー・バトラー及びルシス・コラの優先交渉権との交換により、サン・アントニオ・スパーズへトレードされるが、古巣・パナシナイコスに復帰。2010年、オリンピアコス BC に加入。ギリシャ代表として、アテネ五輪出場。 2005年欧州選手権優勝と2006年世界選手権、準優勝も経験する。ありがとうございます。